福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースのゲームを解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たい。初球打ち、センターへ、伸びがありません。ここはフライになっています。バッターは2番に入っている源田。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、初球は際どいところに来ました。ストライクです。次が2球目、打ちました。シュート、アウト、ツーアウト。バッターボックスは3番岡本。ツーアウトランナーありません。この回のダルビッシュ3球でインサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー1塁、打順は4番王。ヒットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャーダルビッシュ、そしてキャッチャーは痛烈ファール、ポール際切れました。入っていれば先制というところでした。甘く入ってますよね。ちょっと打った、高い打球、ライトが追いかける、追いかける、相手守これが初球、打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて軽快、ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは最初は変化球できました。ボールになります。高めのボール、レフトライナー掴んでスリーアウトチェンジです。さあこれからタイガースが守備につきます。バッターは鈴木、まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。インサイド落ちました、取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターは DH 浅間。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。取りました、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス坂本、ツーアウトランナーありません。この回のホークス打線ですが、打ちました、取りました、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。2回表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、吉田が打席に入ります。ホークスビハインドで最終回を迎えました。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあ攻撃できるのはあと1回しかないわけですから、ここを取られるわけにはいけませんよね。最後の攻撃に託すためにも、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。さあ初球は何か、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。藤井、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の落合。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。際どいコースに送ってストライク、154キロがいきなり出ました。この球は外れています。縦の変化球を持ってきました。ワンボールツーストライクです。引っ張った、サードが取る、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターは9番に入っている平野。ツーアウトランナーありません。バッターボックスには代打の丸。ツーアウトランナーありません。打ちました、いい当たりだ、ライトに大きな打球、伸びる、スタンドには届きません。バッターランナーは2塁まで進みました。さあそしてバッターボックスには近本が入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。これ以上点はやれませんから、なんとか踏ん張ってしのいでほしいですね。なるほど、そうですよね。まず変化球決まってワンストライク、ボール、高めの変化球は見送ります。ライトを持っていった、伸びていく、入った、ホームラン。ピッチャーが変わります。
マウンドに上がるのは2アウトランナー1塁。バッターボックスには3番岡本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。2球目は何で来るか。スライダー決まりました。ノーボール2ストライク。打ちました。ファールグラウンドへのフライです。入れました。ファールボール。今のファールはストレートに振り遅れてる感じでしたね。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。入ったホーム。インサイド落ちました。センターに抜ける。ツーアウトランナー一塁。バッターは今日 DH に入っている柳田。先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。打ちました。ファウルになります。打ちました。痛烈な打球。切りました。ファウルボールです。打ちました。左中間に大きな打球。この打球は落ちるか。どうだ。ここでタイガース守備を変えてきました。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。バッターは柳田。ホークス点差がつけられて最後の攻撃を迎えることとなりました。ファウルになります。ここもファウルです。勝った。ファーストが取る。アウト。ワンアウト。バッターボックス周東。ダルビッシュまずは先頭バッターを打ち取っています。インサイドファールボールです。これもファウル。見逃し三振。あえなく三振です。バッターボックスには6番末金。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。振り遅れてますね。スライダー外れます。インコース詰まりました。内野フライ掴んでアウト。